専修大学。専修大学は1880年9月16日に開校した専修学校。現在の専修学校とは異なるを前身とし、1922年に大学令に基づく大学となった私立大学である古代法律学校の一校としても知られた。専修大学の母体は1875年に日本人の完比留学生によって、 アメリカ合衆国で結成された日本法律会社にまで遡る。当時、明治政府は近代国家の建設を目標に西欧の先進的な文化を導入するため積極的に海外留学政策を推し進めており、創立者たちもアメリカへ留学した人物であった。1879年日本法律会社に所属していた相馬長種と目ガタ種太郎は、 東京市京橋区、現東京都中央区に法律事務所を開設。そこへ、ほぼ同時期に帰国した田尻稲次郎と小間谷敦角が加わり、アメリカ留学時に構想していた高等教育機関の設立へと動き出す。この構想に賛同した福沢諭吉は、まず慶応義塾内に教育機関を開設するように促した。こうして、1879年12月に、 解説されたのが、慶応義塾夜間法律家である。また、同じくこの構想に賛同した、三つくり周平は、自分の私塾である三塾へ、法律経済科を設置して、相馬らに教授を任せた。一方、日本法律会社は、東京大学法学部の卒業生らを加え、東京法学会へと発展し、東京広報館という教育組織を結成していた。 慶応義塾や三塾の一部としてでは、自分たちの求める高等教育機関として不十分であると感じた。総マラらは、本格的に独立した高等教育機関を設立することを模索した。その結果、明治生命本館として使用されていた明治街道を借り受けられることとなり、慶応義塾や官法律家と三塾法律経済家、東京広報館を統合し、 専修学校を設置することにした。これらの教育機関における実績をもとに、相馬ら8名は、1880年8月7日、東京府へ開校届出を提出し、日本初の本格的な私立法律経済学校として認可された。その後、明治街道の完成が遅延したが、福沢の行為で、簿記講習所を仮校舎として使用することとなり、簿記講習所で、 開校式が取り行われた。当時、法律学を本格的に教える教育機関は、東京大学法学部や、司法商法学校など、極少数であり、東京大学法学部が、英語、司法商法学校が、普通語で教授していたのに対し、先週学校法律家は日本語で英米法を、教授する唯一の本格的法律学校として、多くの学生を集めた。明治街道後、 現在の東京都中央区銀座三丁目には、先修大学発祥の石踏みが設けられている。一方、日本で初めて経済科、現在の経済学部を設置した。日本最初の経済学に関する独立した高等教育機関であり、経済学を組織的に教授する方針を取ったことになる。また専門教育課程において、経済学を日本語で教授した最初でもある。 このように、伝統的に経済学部と法学部が看板学部となっている。現在では7学部、17学科、6大学院研究科を抱える、社会科学、人文科学、ネットワーク情報学部のみ、分離融合の方針となっているの総合大学へと発展した。大学本部及び法学部生が通う神田キャンパスは、 古くから東京都の中心地である千代田区の神田神保町に位置する。皇居や北の丸公園、靖国神社付近に立地しており、神田語大学と共に学生街を形成している。戦後に入ると郊外へとキャンパスを広げ、神田、幾田の2キャンパス体制となる。先修大学の前身である先修学校は創立趣旨において二つの姿勢を示した。まず、 力を専攻に、松室さざるべからずと戦し、核化研修ではなく一科専修の専門学校を目指して、経済、法律の二科を打た。そして、その他初科に至りて派生さに全自計画、するところアラントスと示して、経済法律編集学校として開学した。専修学校とは、これの略称で、一科を専修し、一学を専攻して、 学問の運を極めさせるという方針を願意させたものである。この方針は、コロンビア法律学校、相馬、ハーバード法律学校、目方、イエール大学大学院、相馬、タジリ、ラトガース大学、コマイにおける専門教育過程での経験、教育制度に習ったものといえる。創立者である、相馬長種、タジリ根次郎、目方メ太郎、 駒谷塚倉は、明治の初め、米国に留学して、新しい学問を学んだ。この幸福を日本にいる多くの青年たちに、分かち与えたいと念願して、専州大学を創立した。専州大学では、青年を教育、指導することによって社会に、法音奉仕するという精神を、見学の精神としており、学風として、出実合見、誠実立功を挙げている。 先修大学では2010年に創立130周年を迎えることになったのを機に、見学の精神である社会に対する法恩方針を現代的に捉え直したものとして、社会知性、ソシオ・インテリジェンスの開発を柱とした21世紀ビジョンを制定している。社会知性、ソシオ・インテリジェンスとは専門的な知識。 技術とそれに基づく思考方法を書くとしながらも、深い人間理解と倫理観を持ち、地球的視野から独創的な発想により、主体的に社会の諸課題の解決に取り組んでいける能力である。法律学を学ぶために、アメリカに留学していた、相馬長谷は、留学生監督として、日本人留学生を支援する傍ら、自身も法律学や欧米の教育制度を調査。 研究していた、目方種太郎と信仰を深め、弁学組織、日本法律会社を結成。他方、田尻根次郎と、小前ヤ角は、経済学と財政学を学び、協力して、財政学書の翻訳を開始。その後、総ーマラ法学徒と、田尻ら経済学徒は、イエール大学で出会う。帰国後4人は、米国の教育制度に習い専門教育課程を、組織的に、 日本語で教える経済科と法律科を併設した専修学校を1880年に創立した。1919年に公明を専修大学と改唱、1922年大学令により大学として認可された。キャンパスは大きく分けて2つあり、東京都心の千代田区神田神保町、日本橋川沿いのまない橋近くにある法学部、二部、夜間部、 法科大学院、付属法律事務所、研究施設、大学本部等が集中する、神田キャンパスと、川崎市の北西部にある、多摩区、多摩川沿いに南北に広がる多摩丘陵と行く緑地に、挟まれた高台にある広大な行くキャンパスに、分かれている。他に応援歌、スター選手、作詞、東達造、作曲名本形成などがある。以下、 特記していない専攻は、修士課程、博士後期課程である。私立大学学術研究高度化推進事業私立、大学戦略的研究基盤形成支援事業、旧私立大学学術研究高度化推進事業、日本私立学校振興、共済事業団学術研究振興資金。以上のほか、先週大学社会知性開発研究センター、視線。 ローカルリスクコミュニケーションセンターと、中華人民共和国四川省の四川省地域と国別重点研究拠点日本、研究センターとの共同域検査研究などが行われている。他、多種多様な講義が存在する。学園祭はキャンパスごとに行われ、名前も、生田キャンパスでは、大鳥祭、神田キャンパスでは、神田大鳥祭りというように異なる。 大鳥祭は、例年11月の開催で、仙台最大の学園祭である。主催は全学生によって信任された、専修大学大鳥祭実行委員会である。大鳥祭は、学内サークルゼミナール、文化会、連合賢人会など、約200団が参加して、研究発表、スポーツ、音楽など多彩な催しを開いている。近年では、本学学生を中心とし、 約3万人もの来場者が足を運んでいる。期間中は、オープニングパレードや前夜祭り、ライブステージ、講演会、学生プロレス、ミス選手コンテスト、ミスコントたくさんの企画が行われる。ステージショーには、芸能人や俳優その他著名人が参加することも、珍しくない。神田大鳥祭りは、法学部と二部、夜間部全学部の学生が通学する。 神田キャンパスを会場とする全国でも珍しい二部主体の学園祭である。主催は先週大学神田大鳥祭り実行委員会で大鳥祭よりも約1ヶ月近く前に行われる。ステージショーには主にタレントや芸人が招待される。期間中は大学校内に特設市場が出現し小物やアクセサリーから骨董品までバラエティに飛んだ出店が並び焼き鳥屋から揚げ、 焼きそば、たこ焼き、デザートなどの各種屋台もある。1号館の地下3階にある。体育室、武道場、トレーニングルーム、シャワールーム等の各種体育施設が入っている。トレーニングルームは事前講習を受ければ学生が自由に使用できる。3つの食堂が存在し、東京ケータリング株式会社が運営している。また、近隣の飲食店を利用する学生も多い。 ホワイトスペース特区に認定され実験試験局による実証実験を実施。エリア放送の制度化後は、地上一般放送局の免許を取得川崎ワンセグプロジェクトとして、川崎ワンセグの名称でワンセグ放送を実施。毎週金曜日には生放送をしてきたが、2018年、平成30年3月末の免許の有効期限、前に廃止した。 生田キャンパスと多摩区役所に地上一般放送局各一局が設置されていた。また、行方市と協定を結び、行方市のエリア放送なめがたエリアテレビの番組も制作している。大学と各高等学校との教育交流に関する研究協定に基づくものである。連携、協定の内容として対象高等学校の生徒が 専修大学の授業を超高生として受講することの許可、単位取得科目は、専大学入学後に単位認定、高等学校教員を目指す学生ための教職版インターンシップの場の提供、大学と高等学校の教員同士の交流など、相互交流型のものである。上述の広大連携を超えた教育交流提携協定に基づく連携である。連携。 協定の内容として、対象高等学校の生徒による、専修大学図書館等施設利用の許可、専修大学への優先進学枠の設定、定型校推薦入試を実施するなどがある。本学ネットワーク情報学部と高等学校の友好関係に基づいて、双方の教育課程の連携を通じて相互に、教育理念及び、教育方針を尊重しつつ、教育内容等について、 理解を深めることにより、大学教育及び高等教育の接続及び活性化を図ることを目的とする。連携に基づく教育家庭プログラムを行うほか、2017年度入試から、教育家庭指定連携型推薦入学試験を実施する。先週大学から、また、各校、特に各高等学校から、対外的には付属校と言われるも、いずれの付属学校も、 学校法人専修大学の設置ではなく別法人による設置となっている。このため系列校で掲載している。専修大学への進学率も各学校によって大きく異なる。学校法人専修大学は以下の大学を設置しており専修大学の系列校となっている。以下の専修大学とついている学校は学校法人専修大学の設置ではなく 別法人によるるる。設置ととなっているため、めここでまとめる黒門は神田キャンパスの校門の一つであり仙台通りに面している東京大学の赤門にあやかり泉州大学の意匠にもなっている開学直後日本語で法学経済学が学べるということから入学者が急増し学生数の増加に追いつかなくなったため現在の神田キャンパスの地へ移転した 江戸時代の神田神保町は、旗本や御家人の武家屋敷の地で、その多くは、歌舞伎門といわれる両側の柱上部に、歌舞伎と呼ばれる横木を渡した屋根のない門構えであり、先修学校の校門にもそれが使われた。この頃、すでに帝国大学、後の東京帝国大学が、赤門という代名詞で呼ばれており、先修学校は、黒門という代名詞で呼ばれるようになった。 先週大学で毎年春に行われる学園祭の一つ、クロモン祭の名称は、この古事より名付けられたものである。1907年の校舎改築に伴って、クロモンは破却されたが、2010年に神田キャンパスで約100年ぶりに復元された。創立130周年記念事業の一環として、地域の子どもたちの健全な育成を支援することを目的に、 神奈川県野球連盟と共に、神奈川県学童軟式野球選手権大会を主催している。創立130周年記念として、2010年に、先週学校、現先週大学創立をテーマにした、映画、学校を作ろう、監督、神山誠二郎、原作、下田歌劇、主演、三浦孝弘を制作。2011年2月に、一般劇場公開。 創立130周年記念事業の一環として、2007年4月から2010年3月まで、富士テレビ系列 FNN スーパーニュースの確実提供のスポンサー扱いで、同学のイメージ CM が放映された。大学のブランドイメージを広く浸透及び、向上させることを目的に、全国ネットの番組で CM 放映を行うのは、 日本国内の大学で初めての試みということであった。2003年頃から2012年度まで法学部、後に大学院法務研究科に女性科学研究者の環境改善に関する懇談会の事務局が置かれていたことがある先週大学法学部大学院法務研究科の教員が懇談会会員だったため、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。